F1 の名門フェラーリは近年こそタイトルから遠ざかっていますが、長い歴史の中では輝かしい成績を残してきたチームです。しかしコンストラクターズタイトル16回、ドライバーズタイトルも15回獲得している名門は非常に癖のあるチームとして知られています。内紛がお家芸とも言われるフェラーリは、成績不振の責任を誰かに押し付けるやり方でこれまでやってきたチームです。彼らを応援する熱狂的なファンはティフォシと呼ばれ、あまり勝てないことから日本では阪神ファンのようだと言われることもあります。しかしそのフェラーリが今ではメルセデスやレッドブルを上回り、ダブルタイトル獲得に向け突き進んでいます。今回はまだまだ気が早いのですが、フェラーリのタイトル獲得について考えてみました。 F1 チームの理想的な形は、2人のドライバーを自由に戦わせるジョイントナンバーワンかもしれません。しかし現実的に実力が全く同じトップドライバーを同時に起用することは稀で、どのチームもエースドライバーとセカンドドライバーを明確に分けることがタイトル獲得の近道と言えるでしょう。フェラーリはミハエル・シューマッハの手で1999年に16年ぶりにコンストラクターズタイトルを手にし、翌2000年に21年ぶりにドライバーズタイトルを獲得しました。そこから2004年までは5年連続でダブルタイトルを獲得し、完全なる黄金時代を築いていました。その5年間の黄金時代で彼らが積み上げた勝利は実に85戦57勝で、勝率は 67% だったのです。当時のフェラーリはルーベンス・バリチェロを明確なセカンドドライバーにしていました。2002年のオーストリアグランプリではポールポジションを獲得したバリチェロは決勝でもトップを維持していたものの、ファイナルラップのチェッカー目前で2位のシューマッハを前に行かせるというチームオーダーを守り、シューマッハとフェラーリは多くの非難を受けることになりました。その後も対等に戦う姿勢を見せていたものの、やはりレースになるとそううまくはいかず、結果的にバリチェロは最後までセカンドドライバーを全うしたといえます。これは昨年までメルセデスでチームとハミルトンのタイトルをサポートし続けてきたボッタスと同じような立場だったといえます。バリチェロの後任としてフェラーリ入りを果たしたのが同じくブラジル人ドライバーのフェリペ・マッサでした。マッサは王者シューマッハのチームメートとして彼に挑んだものの、シューマッハは1年で引退を決意し、フェラーリは後任としてキミ・ライコネンを獲得したのです。当時フェラーリは明確にナンバーワン、ナンバーツーを公言していませんでしたが、2人のそれまでの成績からライコネンをエースとして獲得していたと思われます。ライコネンはフェラーリでの初戦でいきなりポールトゥーウィンを成し遂げましたが、フェラーリで2年目を迎えたマッサの開幕戦は予選9番落ち、決勝6位だったので、この時点で世界中のファンはシューマッハの後任のエースとしてのライコネンを認識したのではないでしょうか。その後マッサも意地を見せ、シーズンで3勝を挙げる活躍を見せましたが、計6勝のライコネンには及ばず、ライコネンはフェラーリ初年度でタイトルを獲得したのです。この年マクラーレンはハミルトンとアロンソがお互いにポイントを奪い合うというチームとしては最悪なシーズンを過ごしていました。そのおかげでライコネンは2人に対しわずか1ポイント差でタイトルを手にしていたので、マクラーレンがどちらかのドライバーをサポート役に回していたら間違いなく彼らのどちらかがタイトルを手にしていたと思われます。翌2008年はディフェンディングチャンピオンのライコネンをエースにしたフェラーリでしたが、そのライコネンが不調になり、逆にマッサが絶好調でした。シーズン途中からライコネンは実質マッサのサポート役となり、最終的にコンストラクターズタイトルは手にしましたが、ドライバーズタイトルはわずか1ポイント差で逃していました。あくまで結果論ではありますが、2007年と2008年の2年間に至ってはマクラーレンとフェラーリは明確にナンバーワン、ナンバーツーの役割分担ができていればタイトルを獲得していたのではないでしょうか。それ以降のフェラーリはアロンソやベッテルの腕をもってしてもタイトルからは遠ざかってしまいましたが、そんな中においても2012年のアロンソはわずか3ポイント差でタイトルを逃していたので、当時も早い段階からチームメートのライコネンを明確なサポート役に回していたら、もしかしたらタイトルを獲得していたかもしれませんね。2022年は全23戦という史上最多のレースが組まれており、
まだ序盤の参戦を終えた段階ではありますが、ルクレールが開幕戦から1位、2位、1位で計71ポイントを獲得しており、チームメイトのサインツは2位、3位、リタイアでルクレールの半分以下の33ポイントしか獲得できていません。サインツは非常に速いドライバーで、昨年はフェラーリ移籍初年度でルクレールの獲得ポイントを上回る活躍を見せています。今シーズンも各フリー走行から非常に強力な速さを見せていますが、第3戦オーストラリアグランプリのマシントラブルからのミスでノーポイントで終えていたのが痛かったと言えます。今シーズンは昨年までタイトル争いを繰り広げていたメルセデスとレッドブルが不調ですが、今後シーズンが進むにつれ間違いなくどちらかは復活してくると思われます。もしかしたらシーズン終盤にはフェラーリ、メルセデス、レッドブルの三つどもえになる可能性も秘めていると言えるでしょう。そうなった場合、現在ランキングトップのフェラーリ、特にルクレールはサインツとポイントを奪い合うことだけは避けておきたいところでしょう。今シーズンのルクレールは昨年のワールドチャンピオンのマックスの強烈なプレッシャーの中で勝つことができているので、昨年よりも一回りも二回りも成長していると思います。 F1 で5年目を迎えたルクレールはこれまで通算4勝を挙げていますが、そのうちの2勝が今シーズンなので、どこまでその記録を伸ばせるかにも注目が集まります。一方、 F1 で8年目を迎えたサインツの最高位はマクラーレンとフェラーリで記録した2位となっており、未だに未勝利ドライバーということになります。1勝すればさらに成長できると思いますが、この1勝の壁は決して低くはないのです。さらにマックスやルクレールをコンマ数秒差で従えて勝利をつかみ取ることはさらに高い壁と言えるでしょう。サインツにはルクレールに匹敵するような速さはあると思いますが、この壁を越えるのがいつになるかで今後が変わってくるかもしれません。オーストラリアでミスで自滅したサインツは、次戦以降何としてもルクレールを上回りたいと果敢に挑むでしょう。それが良い方向に向かえば良いのですが、結果的にポイントを奪い合う形でライバルに差を詰められることだけは避ける必要があるかもしれませんね。チーム代表のマッティア・ビノットは4度のワールドチャンピオンのベッテルではなく若きルクレールを優先しエースにしました。今後サインツがさらに覚醒すればするほどフェラーリのチーム内はギクシャクしていくことでしょう。その状況をマッティア・ビノットがどうまとめていくのかが鍵になりそうですね。ティフォシの中からはこの調子はいつまで続くのかといった声も上がっています。そのような声をかき消すためにも何としても今年はタイトルを獲得する必要があると思います。来年以降はまた別の話になりますが、もしかしたら今シーズンのフェラーリは早い段階からルクレールのタイトル獲得に集中すべきかもしれませんね。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。